芸者たちの晴れ舞台が完全復活です。東京新橋の芸者が年に一度歌や踊りをお座敷ではなく舞台で披露する吾妻踊りが明日から開催されます。その通し稽古が今日報道陣に公開されました。新型コロナの影響で中止や飲食を規制するなどしていましたが、今年はコロナ禍前と同じ構成で開催されます。